日産 R92CP は、1992年、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権用に、日産自動車が製作したグループシーカー。前作、日産 R91CP 同様、すべて日産車内で作られた、純国産車である。エンジンは3.5リッター V 型8気筒ツインターボの、VRH35Z を搭載。1992年、 JSPC 全6戦及び1993年鈴鹿 1000km の参加した計7000前線で優勝。1992年 JSPC グループ C1 部門のドライバーズメイクスの2冠タイトルを獲得。R92CP は基本的には前年度の R91CP の改良発展型であり R91CP とは 外観的な際は大きくない。顕著な際はフロントフェンダー上部のエアアウトレットで R91CP まではルーバー状だったものが R92CP では JSPC 第4000スガから開閉するフラップ状になったこと程度であり、全部に位置するラジエータ、同じく全部に開口するインタークーラー用、ダクト、特徴的なブレーキ冷却用エアインレットなどは、 そのまま継承されている。サスペンションの設計については、R91CP では使いやすさを狙って、レーシングカーとしては高めに設定されていた、ロールセンターは常識的なレベルまで下げられ、コーナリング性能は一段と向上し、タイヤへの負担も小さくなった。また、ホイール系が R90CP、R91CP では、フロント17インチ。 リア19インチであったが、R92CP では、フロント17インチ、リア18インチに改められた。エンジンは、V 型8千五 3549cc の VRH35Z が改良の上、継承されている。トランスミッションも、引き続きヒューランド車製5速、VGC が採用されているが、R91CP と同様に内部のギアだけが、使用されており、 ルマンなどで強度不足の問題が出たミッションケースは日産内製で作りなさ折れている。燃費規定のグループシーカーとして日本メーカーによって製造されたマシンの中では事実上最強であったがこのカテゴリーは国際的には2年前に終了しており1992年シーズン用のマシンを製作したメーカーは日産だけである。1992年の JSPC に 日産、ニスモは2台の R92CP をエントリーさせた。前年まで日産と激しくタイトルを争っていた、トヨタは1992年シーズンはスウィックに注力することになり JSPC では、トムス、サード、トラストの核、トヨタユーザーの広報支援をするにとどまった。1号車は、星野和義、鈴木敏夫組が担当した。 開幕戦の鈴鹿 500km こそサスペンションを痛めて9位に終わったものの、第2戦、富士 1000km でポール・トゥ・ウィンを記録。第3戦、富士500マイルでは、ニューモノコックを投入してきたトムスの 92CV を抑えて連勝。第4戦、菅尾 500km では、全車周回をクリにして3連勝を達成した。第5戦、富士 1000km では、 トヨタの投入したスウィックマシン TS010 に敗れ総合2位にオアルもクラス優勝し、星野、鈴木組のドライバータイトルが確定。最終戦、ミネ 500km では、鈴木敏夫はニューマシン NP35 のドライブを担当したため和田、高尾が星野のパートナーとなった。シーズン2度目のポールポジションを獲得し、総合2位とクラス優勝を獲得。は2年連続で、 ドライバータイトルを獲得した。24号車は、ハセミマサヒロジェフ・クロスノフ組が担当した。開幕戦の鈴鹿5 0 0トルで、ポール2ウィンを達成。しかしその後成績は伸び悩んだ。第2戦、富士1 0 0 0トルでは4位に終わり、第3戦、富士500マイル、第4戦、菅尾5 0 0トルと2戦連続で、ポールポジションを獲得するも、レースでは、 それぞれ5位と4位に終わった。24号車のモノコックは、レース後半になると、ペースが上がらない癖があり、それが、決勝レースでの不審につながっていたという。第5戦、富士 1000km からテストで負傷したクロスの負に、変わって、影山雅彦が、ハセミのパートナーとなった。第5戦、富士 1000km では、総合5位、クラス4位、最終戦。 ミネ 500km では、総合6位、クラス4位に入賞した。1993年の鈴鹿 1000km が、r 9 2 c p の最後の出場レースとなった。チームルマンニスモ報道チームからのエントリーで、鈴木敏夫と和田隆夫がステアリングを握った。最上位のグループ C クラスには、ルマンニスモ以外には、ノバエンジニアリングの日産、R93CK の1台のみで、 優勝争いは、日産勢同士による一騎打ちとなった。ICL 参戦のために、大掛かりなモディファイを施したノバの R93CK に対し、1992年12月に一度テストを行っただけの R92CP は、予選、決勝と目線を強いられたが、レース終盤に逆転し優勝。優秀の美を飾った。ありがとうございます。